日本神奈川県足柄下郡箱根町元箱根元、箱根は神奈川県足柄下郡箱根町の大技。郵便番号は250-0522。足柄下郡箱根町の南西部に位置する。箱根町の箱根、旗塾、小脇谷、二の平、甲浦、千原、お及び静岡県裾野市の茶畑、新稜と隣接する。元箱根一帯は、 箱根の中でも標高が高い地域であり、北側の戦国弦と並んで広大な面積を持つ。東部には箱根山最高峰の上山をはじめとする中央加工級の山々がそびえ、西部から南部にかけては広大な足の湖が広がる。中央加工級の一方である箱根駒ヶ岳には足の湖岸にある箱根園から山頂まで駒ヶ岳ロープウェイがかけられている。 足の湖南東の観光船発着場である元箱根港周辺は元箱根内で最も賑わう場所であり、東海道である国道1号沿いには多くの土産物店などが並ぶ。また元箱根港の北西には西暦757年創建の箱根神社がある。箱根神社前の足の湖上には箱根町が秋人新能の立大司令とサンフランシスコ。 講和条約の締結等を記念して昭和27年に建てた平和鳥居が浮かぶ。昭和39年には箱根神社鎮座1200年と東京オリンピック開催等を記念して吉田茂元首相の筆による平和の額が設置された。吉田元首相は講和条約の全権特命大使だったことでも知られたため、この鳥居は平和の鳥居と呼ばれるようになった。 2015年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。箱根駒ヶ岳ロープウェイ元箱根港。赤い鳥居は箱根神社の一の鳥居。旧街道杉並木。ありがとうございます。